呼び出してすまない。来てくれてありがとう。俺どうしても小早川に言わなければならないことがあるんだ。今までどうしても言えなかったけど、今日ははっきり言っておかないといけないことがある。小早川、俺お前のことが、私が特殊部隊の訓練に行ってる間に何があったのよ。別に何があったってわけじゃ。嘘ばっかり。だったらみゆきのあの態度は何なのよ。まるで中島君と。辻本は知ってるのか。何よ。その小早川が好きなのは俺じゃない。中島君、何よそれ。じゃあなんで黙って見てんのよ。あんたがいつもいい加減だからみゆきが迷ったりするんじゃない。俺にはそんな権利ないよ。確かに俺はいい加減だし、小早川にはっきり言う度胸もなくて情けない男だけど、小早川の気持ちは小早川のものだ。俺にどうこうできるものじゃない。それでいいっていうの。小早川が幸せならそれもいい。カッコつけてんじゃないわよ。そんなこと言って絶対後悔するんだから。後悔ならもうたっぷりしてる。あ、最後くらいカッコつけさせてくれよ。情けないよ。みゆき。みゆき、はっきり聞くけど、あんた本田さんが好きなの？どういう意味？どうもこうもそのままの意味よ。みゆき、中島くんのことは嫌いになったっていうの？中島くんのことは関係ないの。関係ないって何それ。そんなこと中島くんに面と向かって言えるの？そりゃ中島くんも悪いよ。もう付き合ってるのかどうなのかいつまで経ってもはっきりさせないし。でも中島くんの気持ちぐらい分かってるでしょ。それにはっきり言わないのはあんたも同じなんだから。そういうことじゃ。違う。え？分かってるの。中島くんのことも本田さんのこともはっきりできないのは全部私の気持ちの問題なの。だからほっといて。何言ってんの。私たち大事なパートナーじゃない。放っておけるわけないでしょ。それとも私はもうパートナーじゃ。違う、そうじゃないの。おかしいじゃない。今まで何だって話してくれたし、私も信じてた。だから
私がいなくなるのをみゆきが寂しがってると思ってた。みゆき、もしかしてその寂しさを本田さんに埋めてもらおうと思ってんの？分かったようなこと言わないで。